花う共鳴土体は森重による日本の漫画作品。秋田書店月刊少年チャンピオンにて、1999年4月号から2006年9月号まで連載された。ジャンルは安らぎ系美少女コミック。単行本は全14巻。2001年にテレビアニメ化され、2004年には花う共鳴土体ラベリティとして再アニメ化された。 ある日突然大豪邸の主になってしまった主人公、花う京太郎とその豪邸で働くメイド集団、花う京メイド隊との同居生活を描く。過去2回アニメ化されている。初めてのアニメ化と二度目ではメイン制作会社やスタッフが異なっているが、実制作は両作品ともドームが担当している。2001年4月12日から6月28日に、 アニメコンプレックスナイト枠内で放送。1話、約12分で、全12回。また、番外編として、第13話から第15話が OVA として、DVD で、リリースされている。また、CS 放送の ATX では、2作目の、ラベリテの後に、OVA 版も含めて、MOE 特集枠で、全話放送されている。 当初から原作のシリアスさをあえて消した路線で制作され、花う京太郎が女性アレルギーであるというオリジナル設定がなされた。また、メイドたちのメイド服のデザインも原作とは異なり、幾分間以下されている。スタッフ主題歌格アリスト放送局2004年4月から6月まで放送、全12回。第1期は1話、約12分だったが、 この第2期は30分枠で放送。独立 UHF5 局及び ATX で放送され、放送日も曲により異なる。第1期の続編ではなく、原作に基づき改めて作り直されている別作品だが、第1期で使った原作のエピソードはほとんど重なっていない。副題のラベリテとはフランス語で真実の意味。原作の16話までをメインにし、 主に6巻までのエピソードを織り混ぜて制作されているが、太郎が普通の中学校に通学している設定が切られているため、第1期と異なりこの絵が第1話から登場している。フランス語吹き替え版も制作されており、普通語タイトルは、ムッシュエサービ、ラベリテ。ロゴの S にはメイド風ヘッドドレスがついている。スタッフ主題歌格クリスト放送局花。 右京明度イラベリティに関するカテゴリー、ありがとうございます。